はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい、今日もトリクル動画頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、いろんな報酬ガチャ引いていきたいと思います。なので、ね、結構ね、割とメールボックスね溜まってるので、もう雑談しながらね、引いていこうかなと思います。はい、で、ちょっとね、その前になんですけど、これですね、お年玉欲しければくれてるキャンペーン、皆さんどうでしたかね。やっぱね、こうツイッターとかでね、皆さんも何百個もらったっていう方ね、いらっしゃったとか、300個もらった方、身近でいらっしゃって、私の結果はどうだったかというと、はい、こちらです。25個もらいました。いや、これすごいですよね。中にはね、0個っていう方もいらっしゃったので、これはね、本当にありがたいなと思って。皆さんのね、結果はいかがでしたかね。うん、いや、これはね、嬉しかったです。早速引いていきたいと思います。上から順番に、絆形成ですね。はい、では引いていきましょう。よし、では行きます。はい、それでですよ、元旦から何日間、無料ガチャがあったじゃないですか。無料10連のガチャ、元旦2日あ1日2日とね、もうね、引き忘れたんですよ、私。もうね、ショック。もう多分ね、気抜けちゃったんでしょうね。もう当たりすぎちゃって。気が抜けてね、もうそれはいかんと思って、その後もね、取っといたんですけど、こう、でも、なんかなと思って、連続でね、ちょっと取れなかったので、まあ、今回はいいかなと思ってね、個人的に、引いてました。はい。それでね、ちょっと後ね、お見せしますね。新キャラ、新フェスゲームもね、当たってるので。もうショック。おお、超すごいやつ引きそうになっちゃった。そう、チョッパーのあれね。チョッパーのお願いの方のねやつだと思います、確か。そう、だからこういう動画外でね、引くとね、神引きなんですよね。不思議なことに。なんでなんですかね、本当。さあ、どうかな。今、ね、何もないですけど。今のところ、何もないんですか。どうでしょうか。うん、何かをください。おお。うん、持ってる。はい。そう、それで、くじ、一番くじ、ワンピースの一番くじの動画、見ていただいたでしょうか。見てない方はね、ぜひ、概要欄に貼っとくのでね、ぜひ見てください。もうね、びっくりした。本当にびっくりしました。もうなんか、そうですね、なんか、2021年、何かが違います、私。なんか、本当にね、ふつふつと思ってますね。うん。こう、なんか、自分の中でね、こう、もうめちゃめちゃいいスタート切ったじゃないですか。スノーマンさん、イブさんとの生配信でね、小屋木さんに来ていただいて、うん。おっと。そう。それで、こう、自分でもね、こう、もう、大きいことをやりたいって思ってたんですよ。それでもう、ドーンって、いいスタートを、もう、切る年にしようと思って、それでね、無理言ってね、お願いしたんですけども、快く
引き受けてくださって、小焼さんね、もちろんなんですけど、スノーマンさんもイブさんももう本当に割と急にお願いしたんですよね。うん、だけど心よくね本当に、引き受けてくださったので、もうこれはあれはね本当に皆さんのお力がねないとね実現しなかったことなのでね、うん、もうあれもう本当にそのねロジャーとおでんのね動画もそうですけども、もうドンと行こうと思ってそこから なんかねやっぱりこう勢いづいてるかなっていう感じがします。うん、そろそろ終わるかな、チョッパー。あ、まだか。それで、今ね、トレジャースゴヘソが来てるじゃないですか。ちょっとね、引こうかと思ってるんです。あれだけ引かないと私は引きませんとね、イベントのすごさは引かないと言ってきたのに、この私が引こうとしておりますあーでもやっぱりねちょっともう本当に育成が追いつかないんですよ。うん、やっぱあれだけねたくさん当たったんですけど、やっぱりこう虹にしたいじゃないですか。もうそれにはね、オーブが足らない。もう足らないので、ちょっとね、今回の、トレジャーソコフェスは、ちょっとね、引いていこうかなと思って。海賊祭、すごいす限定が届きました。ちょっと置いとこうか。あ、ピックアップサポート祭はもうほとんど、引いてないので、もうおそらく新キャラだと、もう未所持だと思いますね。うん、はい、持てないです。ロビン。お綺麗です。これも？あ、これは違うね。これもそうですね。ほぼ持ってないでしょう。うん。どうかな。ああ持てない、初めて見た。ミンゴ。こっからは、あ、おでんの大冒険。おお、なるほど。あ、行きましょう。はい、あれですね、今のところ金から赤っていうのがないですがどうかなダメかうわー、スピードジル。ワールドクルーズ100ポイント獲得しようの達成ですね。はい、はいはい、うん、二所持がね来てくれれば嬉しいんですけどね、どうかな。よし、お、進化してるかな。あー、やっぱそうですね。はい、ではね、どんどん引いていこうかなって思います。そう、それでね、それでその一番くじの話かそれちゃいましたけども、一番くじね、どうですかもうね、私本当にもう本当にびっくりしました。私、赤かな。あ、それっぽいですね。終わったかな。じゃあ海賊祭スゴフェス限定っていうのは何が届くんですかね。行きましょうはい、赤が降るってこと。おあ、そういうことかあ、そういうことか。なるほど、 OK です。持ってないです。はい、よし、では赤が何枚あるかな。 1,2,3,4,4 枚。
4枚引きます。未所持が当たったら嬉しいですが、いかがでしょうか。いきます。はい、赤赤。うわー、あー、誰だろう誰だろう。あ決まった。こっちかな、こっちだったかな、こっちだった、こっちだったかな。わー、3枚目だ。何気にシュガー3枚目ですね。一度ね、こう出だすと本当出ますから。12月13日までのスゴフェス。ん？おでんロジャーは入ってないかな？あ、ちょっとわかんないんで、まあ引いてみましょう。はい。いきまーす。はい。さあ、誰？誰だ？誰だ？おお。おお。最近当たったばっかですね。やっぱかぶるんだな、こうやってね。こうやってかぶっていくんですね。わかりました。これがチョッパーのお願いのやつかなって思います。はい。どうでしょう。せめて誰か。せめて誰か。あー。もうね、超進化も済ませました。めちゃめちゃかっこよくないですか、超進化したこのゾロ。なんかめっちゃかっこいいと思って、もう鍵凸して、もう終わらせました。もう今虹キラキラしている状態になってます。めっちゃかっこいいと思って、ラストか。何もなかったんですけど。行きます。じゃあラスト行きましょう。はい、もうしょうがない、そういうもんだから、かぶるものですからね。はい、さあどう。あ、ホラ属性かっこいいね。あ、心属性か。はい、以上になります。先ほどね、その無料で当たったキャラというのはですね、あ、これね、さっき言ってたあの超進化ね、済ませたゾロでございます。めちゃめちゃかっこよくない？だって、てめえの覇気が俺の覇気を上回ってた。めっちゃかっこいい。はい、やってきまして、はい、こちらでございます。ハロウィンシャンクス当たりました。やりました。いやーね、びっくりした。本当に嬉しいのなんの。いやー、本当に嬉しいですね。だからハロウィンローがね、最近当たったので、あとミホークですね。揃えたい、揃えたいんですよね。そしてあのツイッターではね、ちょっとお知らせしたんですけども、なんと私、6周年カタクリ持ってるんですよ。あのね、本当にあのちょっとね、あのレイリーの交換所でポイントを交換しようと思って行ったら、5000ポイントのね、この進化前のカタクリがいて、え、なんでこれ5000ポイントと思って。いやね、びっくりしました、私。なんか動画で確認したらね、このカタクリと勘違いしてるんですよ。こっちのカタクリと。うん。編集でもなんかブサッってもう切れてますね。ブサッって。いやー、っていうことがありました。ね、ちょっと先ほどちらっとお話ししたんですけども、トレジャースゴーフェスを弾こうかと思ってるんです。第3弾。もうどうせ弾くなら、この持ってないミホークのハロウィンがありますし、あとこの、ハンコックのビーチでオフタイム、これでね、欲しいんですよ。うん、っていうので、第3弾弾こうかなって思ってます。でもね、ちょっと今なんかモヤモヤしてるんですよ。本当に私弾いていいのかなみたいな感じなんですけどね。まあメインはこのね、この3キャラじゃないですか。サンジとジョップとフランキーを狙えばいいじゃないですか。でもどうせならね、持ってないフェスゲン欲しいなと思ってるんですけど、ちょっとどう思いますか。
まあでも、あの、おそらく、あのね、第3弾を、引こうかなって思ってます。はい。それで、今回のトレジャーマップをね、頑張ってみようかなって思います。はい。というわけで、今日はね、雑談しながら、報酬ガチャをね、引いていきました。はい。ありがとうございました。結果、何もありませんでしたね。振り返ってみたら、何もなかったですね。まあもう、こういうもんです。分かってみました。はい。はい。というわけで、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。じゃあね。